こんにちは、ミカスです。以前ね、こういったものを紹介したことがあると思うんですよ。これプロックスの猿の腰掛けって言って、非常にちっちゃい椅子なんですよね。バイクでラーツに行くときに、ツーリングメインで本当ラーメン作るときしか座らないよっていうときのために買った椅子で、もうものすごいこんなちっちゃいやつなんですよ。でしかもね、ペッと簡単に設置できてね、でちっちゃい割にこう座り心地もいいっていうね、そういうこれ椅子になるんですけど、その動画を紹介した時に、椅子実は2個買いましたというお話をしたかと思うんですけども、そのもう1個買った方の椅子っていうのがですね、ラーツだけじゃなくてね、キャンプもバイクで行こうと思ってるんですよ。でキャンプに行った場合は結構座ってる時間長かったりするじゃないですか。でもちろんね、ラーツだけじゃなくて本当ただのツーリングだったりとか、結構こう疲れた時にこうゆったり、ある程度ゆったり座れて、かつ、コンパクトに収納できる椅子ということで2つ買ったんですよね。でそのもう1個の方の椅子っていうのがこちらになります。はい、ヘリノックス、ヘリノックスです。ちょっといいやつですね。自分がね、以前紹介したこのスノーピークのローチア30ってやつなんですけど、これが13,000-14,000円したのかな。でまた以前紹介したこのコールマンのリクライニングするやつね、これが6,000円とか7,000円とかなんですよ。スノーピークよりは安いんですけど、コールマンより高いっていうね、約1万円ちょいぐらいの椅子になります。で今これ収納されてる状態の大きさなんですけど、さっきの猿の腰掛けと比べてさほど変わりません。ちょっと太くなったかなぐらい、二回りぐらい大きくなったかなぐらいのサイズです。重量もね、非常に軽いです。早速じゃあちょっとどういった商品なのか中身を見てみましょう。はい、それではちょっとヘリノックスの入れ物からね、まず開けていこうと思います。入れ物がね、そもそもなんかね、立派ですよね。テントみたいな材質でできてますね。こんにちは。おっと、出てきました。はい、なるほど。ちょっとね、ここにこの入れ物の内側に印刷でですね、組み立て方がこれ書いてあるみたいですね。よいしょ。はい、このヘリノックスなんですけど、組み立て式です。でこのように足、骨組みの部分、それとこの背もたれというかね、ハンモック的な椅子になりますね。早速ちょっと組み立ててみましょう。はい、ではまずは骨組みに組み立てていこうと思います。テントのポールみたいにこう紐が中に取ってるタイプなんで、何も考えなくていいと思います。こうやってもうね、入るところに入れ込んでいけばいいっていうだけになりますね。非常に簡単です。はい、できました。こうかな、こんな感じですね。もうあっという間に骨組みできますね。で、背もたれ、ここに背もたれを引っ掛けていくといった感じになるんですけども、こんな風にね、引っ掛けるとこついてますんで、はい、完成です。結構ね、あっという間にできますね。どうでしょう、大きさもね、素晴らしく大きいんですよ。早速ちょっと座ってみましょうか。
よいしょ。あご覧ください、こんなね、こんな体型でもねゆったり座れます。あこれはいいわ、あこれはいいわ、なんていうのかな、こうここ背中に何もなくてこうハンモック状なんで結構ねこうなんていうんですか、自由も効くし、ああこれはくつろげますね。まあ、別にキャンプじゃなくてもラツじゃなくてもツーリングのお供にもねこういいですよ。休憩するときこうすぐ作れるし、まあ、猿の腰掛けもいいんですけどね、こういうタイプがあってもいいじゃないでしょうか。非常にくつろげます。でこうなんていうんですか、前かがみの姿勢になったときもいやー座り心地が非常に座りやすいですね。で何しろこう体が動いたときにちょっとこう動きを吸収してくれるっていうのが非常にいいんじゃないでしょうか。さあではですね、片付けるとき、よいしょよいしょ、あっという間だな。なんかね、組み立て式って聞くとこう出したり片付けたりするのめんどくさいんじゃないのっていう気もするんですけど、こんだけです。何も考えずにさささっと片付けられちゃいますね。はい、ということで今日紹介しましたのはヘリノックス、すげえおすすめです。ちょっと高いですけどね、持ってて損はないんじゃないでしょうか。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。